大元戦役は第二次国境内戦後期の戦役の一つである。1948年10月に中国人民解放軍河北野戦軍などが序無期前の指揮により発動された戦役で激烈な戦闘と包囲を経て1949年4月24日に大元が攻略され三省省全域をほぼ支配することとなった戦役である。革命から後、 遠釈山は長期にわたり、山西省を統治していて、北洋政府、中原大戦及び日中戦争を経験してきた。中国でも非常に重要な地方軍閥である。日中戦争の大元回戦後、山西省の大部分は日本軍に占領された。遠釈山は最初は共産党と提携したが、新西事変後、共産党勢力とは、 奮用と理石を主要な境界線として、山西省を南北別々に支配した。縁は自己の利益を強固にするため、日本とはある程度提携した。1945年に中戦争終結と前後し、縁尺山と日本軍は共同防共協議を成立させ、先手を打って部隊を派遣し、大元に入り、合わせて残留日本軍部隊を接収した。 共産党もまた、三政省で、その進むキロよ、進むさつき及び、進む水根拠地を急速に拡張した。1945年の上東戦役中に、縁は上東地区の進む軍第19軍を派遣したが、劉白省率いる進むキロよ野戦軍に殲滅され、この戦役で縁石山の総兵力の3分の1が殲滅された。 上久差至る我流1946年来戦が全面的に勃発すると共産党は直ちに三省省占領を計画した。1946年の危機夏、同、カバの臨府戦域と1947年の新南攻勢の後、陳の部隊は三省省南部の大部分の地区を占領した。しかし上久差至ると我流の北線の三祖寺四条の ダッシュの過程は、かえってうまく運ばなかった。1946年8月、上久し至るは大同州、ネイゼン駅を発動させたが、風作儀の巧妙な救援によって、上久し至るの指揮はうまくいかず失敗に終わった。下北、先制省北部の共産党軍は一旦はかなり受け身に立たされたが、1947年末には、石化層を攻略するまでになった。 この後、開封などの大都市の攻略に成功するようになり、堅固な防御施設を攻略する経験を積み重ねていった。封作儀1947年6から8月の間に、劉白章と陳は主力部隊を分けて南の黄河を渡った。炎釈山と同郷で指定の間柄だった、ジョムキマイガルスの地方部隊を指揮し、少数の兵力を持って多数の敵に勝利し、 雲城セム駅及び臨憤戦役に連続して勝利した。1947年7月下旬に新中戦役が終わり、序向き前の兵団は再び将をもって沢に勝つこととなって、双方の力量がこれにより逆転することとなった。三政省は大元、大道を除きすべて解放軍により攻略された。しかし、 三世派の風作には依然として、翌水から北平、天津の線を支配していた。大元は三面を山に囲まれ、地形は険しく、また当時の北方で極めて重要な工業基地であり、大元の造兵省は当時中国の頂上位なんで、最大の造兵省だった。5月、中国共産党中央は、西柏派に進駐し、大元との距離は 200km 余りに過ぎなかった。 大元は中国共産党中央の安全に直接脅威を与えるものとなった。日本の傀来政権の時に大元の周囲には統治下建設工事が行われ市外防衛の堅固な施設であった。遠尺山が大元水塩公所主任の時期には自身の統治を維持するために大元周辺のすべての交通の要衝と俯瞰できる地形を掌握するという戦術目的の実現をし、 大原に大規模な重心関係防御体系を築いた。特別に保建設局を設置し、大量の統治下の建設と補強を行った。進む中戦役後、大原は外界との陸上交通はすべて遮断された。中国航空工師、中央航空運輸工師及び民航空運工師は、大原への物資と軍隊の輸送の主要な役割を担うこととなった。 1948年に大原が攻撃され陥落するまでの間、この航空3社は北平、天津、神をなどから大源へ食料や各種の物資を毎日輸送し、最高時には日量250トン60キ以上に達した。この空輸費は中華民国国軍の軍費を大量に消費するものだった。遠釈山1948年9月。 中国共産党中央は、西柏派で政治局拡大会議を招集開催し、ほぼ5年以内に国民党の反動統治を徹底的に打倒すると決定し、このため、核戦略区に第二次国境内戦の第三年にさらに大規模な殲滅戦を行う準備を要求した。河北軍区第一副司令員兼第一兵団、司令院及び政治委員所向き前は、 病気を抱えながら、管轄下の第8重隊、第13重隊、第15重隊、西北野戦軍第7重隊並びに、河北軍区砲兵第1旅団及び、地方部隊の各独立旅団合計8万人余りを指揮した。1948年9月28日、河北野戦軍第一兵団の終止定、陳万円は、連名で、 大元進行の戦術追加指示を指揮下部隊に発し、合わせて軍事委員会に報告を挙げた。前線指揮員の終始定の予定では、10月18日に大元への攻撃を開始し、外角、城壁及び大元城の3段階に分けて連続して進行するとした。ジョム木前演尺さんは、災難戦役で衝撃を受けていて、主勢に立つ代わりに攻勢に出ることとし、 10月初め7個師団の兵力を工事から離し積極的に出撃させ武器食料を拡充した。除向き前は3日の電信により中国共産党軍事委員会の当該部隊をすべて殲滅せよという決定を受けた。10月5日、河北野戦軍第8渋隊、第13重隊は城南の遠尺山軍に進攻を開始した。焦点で 第8渋滞はしばらく編第44師団の大部分の部隊としばらく、南黒用、南半村で、第13渋滞はしばらく編第45師団の残りの部隊と、お君務師団の一部を殲滅し、第45師団師団朝廷次国を捕虜とした。10日、解放軍は、大原飛行場と、北英駅を占領した。同日、病気中の助撃前は、石火層から、 前線司令部に移動した。序武器前は前線司令部に到着すると直ちに、大現城地区の進行にあたっては、まず上等の軍山防衛線を攻略する必要があり、断固として、牛楽斎、小釜頭、馬、三島の四大要点を占領し、支配下に置く必要があり、この線はまた、遠釈山の言うところの第二の堅固な防衛線である。との指示を出した。 序ョム前は南北両方向から直接東山の4大要塞に割って入ればこの南北8キロメートルと長い陣地も大元と東山手法の中間で必ず分断できると考えていた15日になり人民解放軍は完全に大元島南部の要害の高地である石くちばし個陣地と和城東北の重要拠点風格張りなどを制圧した 大元戦役の初期の作戦で、解放軍は、大元城の第一次防衛戦を突破した。東場防御体系の南北に穴が開けられ、守備軍の外部からの航空援助は断絶することとなった。1954年版アメリカ軍地図田村、小釜頭、石口橋湖、もう家糸多くの飛行場が表示されている。進む中戦役と災南戦役の勝利は、 大原外周の焦点の戦闘は解放軍のすべてに大原攻略が比較的楽観できるとした。当器の作戦行動を避けるため、解放軍は10月15日に大原戦役中期作戦を発動した。この段階で解放軍は地勢が平坦だが大兵力が守備している東南方向を迂回し、東山の防衛線を飛び越して直接、 東山の主要な統治下に攻撃をし、一挙に東山を切断することを起とした。これは、大元攻撃で最も困難で、最も残酷な段階だった。18日、現地共産党の秘密活動員の一人の案内により、西北野戦軍第7渋隊は、小道から、牛楽祭陣地を奇襲し、主要な陣地を占領した。19日の晩、 第7渋滞の別の一部が、大北線などの重要陣地を攻略し、東山手法の援軍1個連隊が投降した。第15渋滞の一部もまた石事業を攻略した。しかし、第7渋滞の大北線の貫通が終わっていなかったため、もうやいぬ3個連隊が大元に撤退してしまった。牛田祭が攻略された後、援軍は組織的かつ連続的に反抗し、 国軍改編第34弾と残留日本軍を機関とする第10総隊もまた援軍に来た。21日には援軍は牛落祭を奪回した。けれども解放軍はもう家伊藤を守備する援軍を攻略できないでいて援軍は東山の全部を支配した。10月26日、解放軍は再び四大洋展に向かって攻撃を開始した。 解放軍第15重隊は15日間馬を攻撃し、援軍第8総隊司令、超水の部下が戦場で投降し、馬争奪戦がようやく終結した。空輸されてきた国軍中央軍第83旅団と解放軍の元川、定期都市旅団が激戦を15日間に行った後、解放軍第13重隊は3島を占領した。馬、3島。 小釜頭などの要塞が前後して攻略された後、解放軍は牛田祭陣地を攻撃した。解放軍第7渋滞の度重なる進行により、最後には牛田祭が奪取された。11月12日になり、解放軍は東山市内要点を完全に制圧した。援軍の損失は2万人以上となり、解放軍も死傷者1万6500人余りの、 人的代価を支払うこととなった。その間、すでに投降していた元国軍将校、高木勲を通じて内戦に反対する国軍改編第30軍軍長キキコー松は解放軍に投降する準備の連絡を取っていた。その配下の大比の江南と特圧は、キキコ松の計画全般を遠尺山に報告していた。キキコ松は逮捕され、死刑に処された。 第一兵団政治部主任雇用法は、聞きこり末と代表して何度も交渉していて、もともとは、雇用法が、大原場内に潜入することとなっていた。後に、別の人物が派遣され、計画の失敗とともに死刑に処された。10月24日に、国民党軍下北総秘則司令部は、大原救援を目的とするためとして命名した、エンススム兵団を組織し、密かに、 石火層と中国共産党中央の所在する西柏派の襲撃を起とした。中国共産党はすでに察知し、防備をしていた。このため11月初め、国民党軍は、日重ね部隊を補填に撤収させた。大元戦役で動員された民兵、東山市大要塞の争奪戦後、解放軍の参戦部隊は皆死傷者を多く出していて、疲労も極地に達していた。 しかし、援軍は、国軍第83旅団の増援を得て、川川衛星と、上北一帯の5カ所の飛行場の応急修理を行い、外からの援助の道を回復した。両親戦役の集結後、風作儀の集団は南方あるいは西方に退却する、ことを防がれていたので、止まっていた。中国共産党中央軍事委員会は、林平らの権利をもとに、 1948年11月16日大元攻撃支援の連邦指令を発出し、序の部隊を1から2週間の間に数箇所の要点と、飛行場を制圧するため再度攻撃させた後、進行を停止させた。その命令の通り、解放軍新中軍区の部隊は、西山地区に侵入し、川川衛星の飛行場を制圧した。同月、遠縮さんは、 アメリカのタイムの記者取材を受けたとき、彼が毒薬とガソリンの準備があることを見せて、大原城が攻め落とされたときに城に準じるつもりであることを見せた。12月1日、大原全政委員会は急速整備の指示が出され、大原戦役は軍事方囲に変わり、政治的には公正に転じ、軍事的には連平段階となり、これに従い作戦方針を方囲をもって加回させるを、 主とし、今までに確保した陣地を固守し、軍事的包囲と政治を瓦解させることを結合し、次第に敵の力を削ぐと改定した。同時に、北岳集団を大同の包囲に派遣した。12月中旬、大裸戦域と歩調を合わせるため、中国共産党は、かつて第七渋滞と、地方部隊で、東山のいくつかの要点を守らせ、第八、第十三、 第15の三個渋滞を東の石火層に派遣して、風作儀の南への撤退を防ぐことを考えていた。元の計画では、大元戦役に参加することになっている、河北や戦軍、第2、第3兵団を改めて、風作儀に対する防備とカルガン口の包囲に派遣した。1949年1月21日、風作儀と共産党の和平協議が成立し、 対立戦役は集結した。1月末、西山反撃戦が発生した。解放軍地方部隊と援軍とで西山陣地の争奪となって、最終的には解放軍が守り通した。2月、第1兵団は番号を改め、中国人民解放軍第18兵団となった。対立戦役の集結後、河北や戦軍第2、 第三兵団と第四野戦軍第一砲兵士団が1949年3月から大元戦役に加えられた。大元前線の解放軍は総兵力32万人余りと増強され、除向き前を中国共産党大元前線総委員会と大元、前線司令部の初期として構成し、参戦部隊を統一式した。報徳会は西北駅関する途上に、 大元の前線により、大元総攻撃作戦に参与し、大元攻略後、直ちに第19、第20兵団を率いて、西北に赴いた。1949年3月、大元守備司令王、安国の娘、大水柿は、共産党から文書を受け、大元に派遣され降伏を進めたが、拒絶された。進む中戦役で捕虜となった、援軍高級将校の長生時も入場し、 幸福勧告を試みたが、またしても、王の断固とした拒絶にあった。大言城内の中国共産党地下党陰張り、前期は、城の防御図を得ることに成功し、城外に送り出した。しかし、別の地下党の系統は捉えられ、本山西省政府主席、超大富美の息子、超宗福は再び捉えられた。けれども、縁の急行の城によって、 超創服は処刑されなかった。1949年3月末、遠釈さんは大理層通り層人の招きに応じ空楼南京に赴いた軍政の体験をハリトン公王大安国、孫空五人に委ねたが、再び賛成省に帰ることはなかった。一冬の包囲が過ぎ、この時には援軍の物資は非常に困難な事態となっていた。 空輸による補給は部隊の必要な糧食の半分に足らなかった。副食品は不十分で半数以上の兵士は野毛症を患った。そして解放軍の兵力は大いに補強された。もともとは、除の部隊は、旧式な日本軍の装備の砲兵旅団を一固有していただけだったが、第四野戦軍第一砲兵士団は全部、アメリカ式の大口径火砲を装備してきていて、 大元前線の大将の家宝は、総計戦3 0 0門以上で、また、東北野戦軍の提供により、弾薬も充足していた。4月3日、序向き前、終始大、ラズイ教は、工場計画を申告して、その承認を得た。具体的な計画は、第20兵団は、城の東北から、第19兵団は、西から、第18兵団は、東から分かれて、 進行をはじめ、4月15日に開始し、半月から1ヶ月以内に完了するというものであった。4月9日、解放軍は外閣の拠点へ進行を開始した。中国共産党と理想人政府の和平交渉に合わせるため、総攻撃の時間は22日に延ばされた。17日、除向き前はいつでも大原に進行して構わないとの許可を得た。4月20日、 北平での和平交渉は決裂した。解放軍は絶対的な兵力と優勢な火砲で前線で総攻撃を開始した。これと同時に解放軍は渡り合戦域を開始した。4月22日、解放軍は城外閣の総統寺要塞と学校山要塞を攻撃占領した。大元外核作戦はべて終結し、城の郊外の国軍は殲滅され、 大元守備軍の総兵力の約80%に達した。解放軍大元前線司令部は引き続き、大元に立てこもる、敵艦兵に告げる書と、遠尺山への最終警告書を発表したが、大元守備軍は変わらずに拒否し、投降しなかった。4月24日、大元城に向かって総攻撃が開始され、25日になり、市街戦も集結した。 三世省代理主席両頓工と縁里氏京らは集団自殺し、縁釈さんは大元の五百の完全無欠な人々と称えた。大元守備軍の三万余名は全滅し、王安国、孫諏訪へ、日本人の今村豊作及び岩田誠一らは生きて捕らえられた。大元攻略の一週間後、大道守備軍は平和的な改変を受け入れ、 信号も5月5日に受け入れたので、共産党は賛成省全域をほぼ支配することとなった。大元戦域の影響で、奇水も9月19日に抵抗なくに改変された。延縮さんは後に、広州に逃れ、1949年6月に中華民国行政委員長に就任した。5月、除向き前は病気により、第18兵団を離れた。 毛沢東は1949年初めの報告の中で次のように考えた、大立、媒介、大元、大道の諸戦役以後、もちろん国民党政権は我々によってすでにほぼ打倒されただろうか。その軍事主力がすでに殲滅されたという、この一点から言うならば、もちろんこのように言うことができる。取得は1948年10月の第一次。 選挙区戦況報告会で次のように述べた。大元が陥落されたという戦略的意義は大きい。たとえ打開できなくとも、長期の包囲は敵を合死させた。我々は大元の部隊を攻撃したが、大学軍区の第8 0隊以外のその他の部隊は、すべて新規に編成された部隊であり、そのため戦術上や守りの固い陣地攻撃の技術が熟練していない。しかし、 このような舞台でも簡単ではないが、このような大都市を攻略することができる。ありがとうございます。